外国人選手だとこんな選手たちが欲しいというものをリスト化した前回、ますます夢は広がるばかりですが、まだ経営は全然なので、まずはビッグクラブにせねばなりません。この中だったら、王道の選手たちもいいですが、マルティニとかカカとか、個人的にあまり取ったことがない選手もいいかもしれないです。では、3年目の9月から再開です。アジア枠のキャシモフが入団し、ポリシーが合わないフォワード、スパークと川本が期限付き移籍から帰還、移籍金目当てなところもありますが、とりあえず育てています。10月、プーリオから期待のユース、アンデルセンの継承訓練の結果が出ましたが、もう訓練し終わったようです。J1 の方は、残り3試合で2位という位置。優勝も見えていますが、あくまでも通過点でしかないので、身は思い入れは全くありません。11月、ここで野田清を発見し、ポリシーが一番遠いということでちょっとがっかりな感じでしたが、確保します。角田誠が期限付き移籍から期間、2回ほど行かせているので、そろそろグラフが主力レベルになるはずです。その後国内カップを優勝し、残り試合が少ないところで首位浦和との直接対決。力の差があるので大勝し、土壇場で首位に浮上します。そして33節も勝利し、最終節、引き分け以上で優勝が決まります。入場口から選手たちがピッチに姿を現しました。ベガルタ、これが予想されるフォーメーションです。これに対します。FC 東京、予想フォーメーションです。前半は、何も動きがなくスコアレスで進み、後半、始まってすぐ試合が動きます。高橋、どう持っていきますか。中村、これはカットします。マテッチ、マテッチ、右にパスを出します。ボールを離しません。これはどうだ。シュート、ミラクルゴール。ベガルタ、後半の早い時間帯、いいところで決めてきました。それではもう一度見てみましょう。ジャニオン、ここで投入されます。 FC 東京、これは選手交代のようです。東、ここで彼が入ります。フリーキックです。うまくコントロールができなかったようです。ブチチェピッチ、ここで入ります。さて、ゴールキックで試合再開です。ブチチェピッチ、素晴らしいテクニック。これはファール。マッチ、イエローカードです。フリーキックとなります。ここはディフェンダーが勝ちました。ウサマ、ベガルタ、左へ出します。このボールを左へ。マティッチ、右へ。ウサマ、ここでキープ力を発揮。どうでしょう、これ。ここはディフェンダーが止めました。東、右に測り、太田、ここで長いホイッスル。ベガルタ、見事に今シーズンの覇者となりました。スタジアムが割れんばかりの歓喜で揺れています。最終節も勝利し、見事優勝。現実で見たい光景ですが、生きている間に見れるんだろうか。
8点で並ばれると、うちは圧倒的不利なので、抜け出すことが大前提でしたが、このシーズンはなんとかなりました。ローマでプレイの時もそうでしたが、どうも得点を量産するというのがあまりできない仕様な気がします。その後、カリームさんが来訪。J1 初優勝でやってくるのかな？巨額のオファーをしてくれる大事な人なので、これはかなりのキーポイントになるものでしょう。難易度的には簡単なので、通過点なんですが、経営的には大きな分岐点となったようですね。うちの選手にオファーしてくれるのを待ちましょう。ということで、オイルマネーの期待もできた3年目が終了、成長確認をしていきますね。世代交代はまだですが、少しずつ若手が入ってきているので、3年もすればかなり入れ替わっているのではないでしょうか。総合力はまずまず大きくなり、世界に向けて戦っていこうというレベルにはなっています。今後は若手と入れ替えていくのが課題なので、能力が落ちることもあるかもしれません。まずは川島、まだピークということで成長しています。一応ポリシーが合ってませんが、若手はいるので、世代交代はできそうです。センターバック、カンポレイゼ、早熟っぽいのであまり将来性はなさそうですね。5年くらいしたら世代交代の波に飲まれるでしょう。円熟味が出たプーリオ、それでもまだ成長はしていました。数年後にはグラフは大きくないので放出か、ベンチになっていくか、の二択になるでしょう。ボランチもできる現在の柱の一人、今野康幸、すごく便利な守備の選手という感じです。ポリシーが合うなら転生しても欲しいかも。ポリシーが遠いので、あくまでも一時的な主力、高野、ちょっとグラフ伸びが足りませんが、欠かせない選手です。攻撃的な選手としてトップクラスのネマナ・マティッチ。しかし、外国人なので枠の関係もあり、オファーが来たら放出もありえます。攻守のバランスが良く、オファーが来てもためらうレベルのイヴァン・マルコーネ。しばらく柱になってもらうでしょう。大きく成長した宇佐美、ですが、そこまでまだ能力は高くないので、将来的には険しい道です。若手次第で数年後の放出もありえます。ゴンさんは現在の得点源としてしっかり成長しましたが、2年目のデータがないので、3年目からということで、当面の即戦力選手として期待している川本鬼重、ポリシーは合わないので、日本最高フォワードですが、構想外です。ピーク最終年の大久保嘉人、優秀な選手ですが、育成期間はないので、これが限界かな？放出も近いです。数少ないベガルタ選手、ヤンヨンに、ピークを超えつつありますが、ユーティリティ性があるので、まだ生きる道がありそうです。未所属リストから補強した田尻。フォーメーション的に構想外なので、放出もありえます。円熟味が増した中村健吾、契約最終年なので、このまま自由契約が濃厚でしょう。林拓人がベテランなので、近いうちに主力になるであろうハーグマー、ポリシーが遠いですが、しばらくは使うでしょう。もう一人の喫水のベガルタ選手、佐々木優斗、ランクが低めなので、リザーブ要員です。オファーが来ればそろそろ放出もありえます。ポリシーが合っているキャシモフ、ランクも高く、これからの選手なので、5年後には柱になっているでしょう。ポリシー範囲内ですが、どちらかというと、即戦力選手の足立、早熟なので、来年には主力レベルになっているでしょう。そして世界屈指ですが、移籍金目当てにしているスパーク、数十億規模のオファーがあれば、すぐ話に乗ります。そんな3年目でした。出れる大会はすべて優勝し、
公約は守る気がなかったので失敗。4年目に向かうのでした。今回はここで終了します。世代交代を一気に進め、経営を軌道に乗せていきましょう。ご視聴ありがとうございました。